刑務所アトキングストーンは南太平洋に浮かぶオーストラリア領ノーフォーク島の首都である。人口は880人。イギリスによるオーストラリアのニューサウスウェールズ州の入植してすぐ1788年アーサー・フィリップ総監の命令によりフィリップ・ギドリー・キング中尉が9人の男性と6人の女性の22人の移民の入植者を引き連れて軍艦サプライ号で ノーホーク島へ入植に出発し、彼らはノーホーク島にある現在のスローター湾と呼ばれる湾の場所付近の場所に到着した。そしてその場所にキングストーンを建設した。入植当初は流刑植民地として大勢の重罪人をノーホーク島へ移送していたが、1856年に194人のバウンティ号の反乱者の子孫がピトケアン島から、 ノーフォーク島に住み着き現在その子孫の住民がほとんどである。キングストンの集落地には、流刑植,植民地時代の名残として、刑務所や囚人のバラックや歴史的建造物の跡地など現在でも残っている。visitcapitalcity.com ハット、ウェザーベス、ヒストリカルウェザーフォーキングストン、ノーフォークアイランド。ウェザーベス。 2011年11月24日、閲覧、ありがとうございます。